ウス君がですね、ドラゴンゲートの、まあ、10.7 博多大会でいよいよ、高木がね、対談、ラストマッチとなっていますんで、そのラストマッチの高木、慎吾のまとめということをね、そちらの方やっていこうかなと思いますね。はい、まず、高木のドラゴンゲートとしての始まりは2004年10月3日にデビューしたと。福岡博多スターアレーネデビューと。なんでデビューの地で、ドラゴンゲートラストマッチを行うっていう、またこれもなんかの縁ですよね。うん、で、まあまあ、丸14年ですかね、ちょうど。まあ、ちょうどじゃないですけど、まあ、4日違いとはいえ、丸14年間、ここで戦ってきたよ、ってことですよね。で、ブラッドジェレネ、まずはですね、ブラッドジェレネーションに入って、その後に、まあ、アメリカに行って離脱しまして、ニューハザードという、帰ってきてニューハザードというユニットを作って、まあ、これはもう伝説的ユニットになっていますよね。まあ、高木、大和、ハルク、サイバーっていう、この4人での結成という、で、ニューハザードで、まあ、いろいろやりまして。で、ここでも、まあ、ね、ベルト取ったりとか、まあ、新世代として、こう、一気にガンと、行くという形で、まあ、どんどん行ってたんですが、わずか1年ちょっとぐらいで、まあ、解散っていうか、高木がハルクを裏切ったと。ここから高木ハルクの構想っていうのが始まるんでしょうかね。高木がハルクのことを裏切り、リアルハザードを結成したと。ね。マスラウトローズとかいっぱいいた中のリアルハザードを結成。となりまして、リアルハザードで、ドリーム戦をハルクと、ドリーム王者決定戦をやって、高木が勝ってドリームゲート王者になったと。それと同時に、リアルハザードを追放されますと。だから結局わずか2ヶ月ぐらいですかね。台風に加入したと。いうことだったんですが、台風も台風でね、結局、まあ、加入したはいいんですけど、2、3ヶ月ぐらいで追放になったんかな。うん、追放になりまして、戸沢たちと神風というユニットを作りましたね。で、神風で、まあ、何年間かやりまして、ね、で、まあ、ヤマトとか来たりとか、サイバーとか入ってきたりとか、まあ、いろいろして、まあ、神風が結局、ブラッドウォーリアーズができて、ブラッドウォーリアーズ、その対抗するためのユニットですよね。ジャンクション3のユニットというユニットに、まあ、加入。まあ、ユニットができてない段階ですけど、加入しましたと。一応ね。ジャンクション3、ジャンクション3に入ってたんですが、まあ、ジャンクション3であまり結果は出せてないんじゃないかなと思いますね。あまり、ね。いい結果が出せず、まあ、2軍構想にも終止符が打たれて、ジャンクション3が解散して、で、まあ、赤月っていうユニットを作ったと。まあ、パンチと、三代目スーパーシェンロン、今で言うマリアですか?と、高木、ヤマト、と4人で作りまして、赤月作ったんですけど、赤月でも結局、まあ、ツインゲートを取ったりとか、ドリームに挑戦したりとかしたんですけど、まあ、ユニットのね、コンセプト的に、あまり結局いい感じの結果が残せず、まあこれも結構短期な方ですかね。1年ちょっとぐらいで解散ですか?しまして、モンスターエクスプレスを作ったと。戸沢よし、まあ戸沢と一緒に作ったと。ね、ウーハーとヨシノ、で、リコーセー、チャチという感じで作りまして、まあモンスターエクスプレスとして、まあ2年ぐらいですかね。こうガッガッと結構やっていって、まあドリームに挑戦したりとか、してんですが、モンスターエクスプレスとしての高木は思わぬ結果で終わったと。ドリームゲートに挑戦できずっていう、ドリームに、吉野のドリームの同門戦とかやって、まあいろいろとね、こう、反りが合わなくなって離脱と。で、ベルセルクを結成しまして、こっからもうちょっとヒールになってますから、まあ今の高木はどうなんでしょうか、微妙ですけど、今、そこからヒールになって、暴れて、まあ、その後にアンチアスになって、ベルセルクを、まあ、新体制という形で高木がちょっと一歩下がるっていう状態でアンチアスというユニットを作ったんですけど、結局ようわからん感じで高木がね、再びこう中心に立ったんですよ、アンチアスのね。立ったんですけど、まあ結局対談で解散になったということですね。なんで合計ユニットは14年間で10個ですね。10個のユニットを移動してきたと。いうことなので、まあ、結構多いんじゃないかななんて思いますけどね。うん。ベルト体感数は、まずドリームゲート体感数4回。まあ、9代、15代、22代、24代。ね、9代が初体感で、さっき言ったハルク戦。で、15代がシーマとの戦いですね。長期政権のシーマを打ち崩したのが高木ということですよね。で、22代が、まあ、ベルセルクの前のモンスターエクスプレス同門対決の時に、吉野から取ったベルト。
で、24台が、まあ、進むのからのリマッチとなっておりますね。で、ツインゲートが、5回ですね。8台、11台、22台、25台、31台と。で、トライアングルが意外にもこれ6回しか取ってないんですよね。14台、17台、18台、22台、58台、60台と。で、22台から58台まで一気に開くんですよね。22台が、まだ、神風かな？だからそんなぐらいの時だったと思うんですよ。ぐらいから、58台まで。58台が、もう、ベルセルクですよ。なんで、だいぶ離れましたね、この間。それまでで、ね、挑戦とかしてると思うんですけど、取れてないってことですよね、ベルトを。で、ツインゲートもね、戸澤と取った以来、取れてないんで、案外高木、こう、ベルト取ってないんですけど、まあ、こう、存在感がすごいということですよね。だから、ベルトこそは取ってないんですけど、まあ、存在感が強いから、いつでもずっと中心に折れるという感じにはなってますよね。まあ、ドリーム4回って、これがタイですからね。十分すごいと思いますけど。はい、ということで、まあ、今回はこれにとります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あと、リクエストコメントとか、他にも、ね、高木に関してね、あったらよろしくお願いします。それでは今回はこれにとります。